はい。皆さん、こんにちは。今日も音楽に関わる、ここ数年話題になっているマイクのケーブル、もしくはスピーカーのケーブル。そういうのって、プロ用の機材では、キャノンケーブルというようなケーブルを使ったりします。そのキャノンケーブルがとっても長いと、すごく搬入に対してかさばったりとか、そしてかさばるということは、 イコール重たいといととうことになって僕も音響の仕事がある時ケーブルが長いとですねそれを運ぶのにライブが始まるまでに疲れてしまうというようなそんなケーブル類の重たいものをここ数年はランケーブルというのを使って延長するというようなパーツが出てきましたそのパーツというのは今画面で お見せしますアマゾンのサイトで1589円で2組のパーツこんな手頃な値段で最近は出ているということです僕は2年ほど前にこういうのがあることを教えてもらってまずテストに買わせていただきましたそれからですねいろんなメーカーがどんどんこういうものを出してきましてこれはアマゾンで激安です いわゆる2組分がありますから L と R のスピーカーがライブの時にとっても遠いところにあるような時ですね 100m ぐらいの LAN ケーブルを使って延長することもできるというようなものですここまで安くなるとですね僕も友達に発注をしたいところですけれども一度こんな激安のパーツがちゃんと使えるのかということがありましたので 皆さんにテストとそして報告を兼ねて購入してみました初めは少し疑いの目もあってですねまあどうしてもダメだったら返品しようというような気持ちで購入したんです約2週間前に買ってからですねなかなか時間がなくってテストができていなかったんですけれども今日はちゃんとつないでですね結果から言いますとうまくいったのでご報告をしたいと思います 実際の商品はどんなものかというのをカメラで撮影をします。はい。こんなようなものです。手のひら2つ分ぐらいですね。約30センチぐらいのこんなケーブルなんですけれども、片方はこのように押すということで3品のコネクターになっていまして、反対側はこのようにネットワークとかで使う LAN ケーブルを入れれるような こういう形状をしています。ペアになるもう一つの方は、このようにメスの形をしていまして、穴が開いています。ランケーブルの方は全く同じ形状です。これをランケーブルで繋ぐということになります。はい。とっても太巻きのケーブルです。これが30メーターぐらいまでだったら、こんな太いランケーブルじゃなくって、薄型のランケーブルでもいいと思います。 カテゴリー5,6,7それぐらいのケーブルを使うといいと思います。僕の方はカテゴリー7のこのようなケーブルを買いました。ただしですね、今日見てみるとこの2週間でちょっと売り切れになったのかスクロールして長さを見ると30メーターというのが最長になっていまして僕が購入した50メートル この時は50メートルバージョンがあったんです。ここに50メーターと表記されていますけれども、価格的には3393円ということだったんですけれども、今発注しようと思ったら30メーター以下しかありませんが、LAN ケーブルというのは延長ができます。このような延長ケーブルというのがありまして、だいたい500円とか 680円とか、こんなようなものです。2つ組で1199円という風になっていますよね。まあ、いろいろ探したらまだまだ安いですね。これなんかは2つで419円というようなものもあります。こういうもので延長をするというのもいいと思います。なぜなら、あまり長いケーブルというのは先ほど言いました。携帯するのに重くなりやすいです。 ケーブルでもこんな感じの薄型ケーブルというのがあります。あまり長くなければ実際使えることも今までにもテストをしていますのでこういうのでもいいんですけれども野外で使ったり色々いろいろケーブルがたくさん張っているところではできればシールドというのが付いているものの方がいいです。Amazon で検索するんであれば LAN ケーブル シールドこういう風に検索をしますそして僕が購入したこちらは 3X シールドいわゆる3倍のシールドがありますこれは一番外にですねこのようにアルミの編み組みをしてあるシールドそしてその中側にアルミホイールで包まれていて そしてケーブルのツイストと言うんですが日本組がですねまたアルミホイールでシールドされているシールドというのは被膜のことですこのようにシールドというのがされている方が外からのノイズに強いということもありますですから僕はこれがいいなと思ってそして価格もですね 30メートルで2797円というのはお手頃な部類で Amazon をいろいろ探してもこれぐらいの価格というのは最安値ぐらいの価格です。もちろんシールドがあるものでという条件です。概要欄に一応貼っておきます。ただしちょっと今の商品ラインナップからすると少し太めです。 こういうのがどうしてもいる人というのは僕のように野外コンサートとかいうところで使うもしくはかなりですね携帯の電波とかが入り混じっているとか近くでエンジン式の発電機を回しているとか大きな冷蔵庫があるとかそういうような場合が僕の環境では最悪の事態もあるということもありまして太めの ケーブルでシールド付きというのを選んでる。そういうふうに思ってください。ほとんどのケーブルでは繋がるという面では大きな問題はないんですけれども、このように実際のパーツがですね、どんなケーブルを望んでいるかということを使用なんかでよく確認してください。この商品は 一応カテゴリー5のイーサーネットケーブルを使用できるというふうになっていましたので僕はちょっと不安がありました。血栓の問題とかそういうのでは問題ないのかなというふうに思いましたが僕がやってみたところカテゴリー7これでもちゃんとつながりましたとっても価格が手頃なんで何せ長いケーブルを延長したい人にはとても いいなと思います。このようにしまして、このケーブルを片方の欄の方に刺します。はい。カチンといってできました。そして反対側には同じように刺すわけです。はい。そして普通のキャノンケーブルのようにして繋げばいいということになります。 片方の方には僕の場合今回マイクを挿したいと思います。これでマイクが刺されました。はい。もう片方の方をこのように伸ばしていきます。そして僕のミキサーの方にこちらのオスの方をチャンネルに差し込みます。はい。こちらの方に小さなミキサーがあります。 二つキャノンを刺すところがありますが、こちらの方に刺しました。そして今は何も反応が起こっていませんね。左側のマイクは今僕が喋っているマイクですので、このように緑のランプが点滅しています。ここでボリュームを上げていきます。はい。ボリュームを真ん中あたりぐらいまで上げました。はい。喋ってみます。 あああはいチャンネル2の方もこのように光りましたねではこの状態でメインのマイクを一旦切りますはい今度はこの 50m のケーブルでつないだ方のマイクで皆さんのところにお届けしています音質とかというのはどうか分かりませんがマイクがちゃんとつながっている 50mLAN ケーブルの先でしっかり信号が届いているということです。ちゃんとした声で聞こえているでしょうかこのようにして 50m もあるようなケーブルをつなぐことができます。はい、こんな感じでケーブルがつながっているということです。ご理解いただけましたでしょうかこんな1589円のパーツと3000円ぐらいのケーブル それが日本ですね。ですから全部で6、7000円プラス1589円。このぐらいの価格でですね、スピーカーを2つつなげれるほどの長いケーブルが出来上がるということです。まあ価格的には多分これが最安値だと思います。音響機台のとっても有名なサウンドハウスというところがあります。 そこにもマルチケーブルボックスということで4チャンネル同時に送れてこれの押す側反対の方の受けの方ですねこういう形状をしていますがこちらの方でしたら4チャンネル同時に使えるということですちょっと値段は高くなりますけれども4つをつなぐのにはもっと便利ですしさらにですねこんな風に4チャンネルプラス4チャンネルの 押すとメス二つあればですね、ステージで4チャンネルのシステムが組めるような、こういう便利なツールもあります。まあ、チャンネルの多さが欲しい人は、こういうものもいいと思いますし、僕のように、もうそういう機材はいっぱい持ってるから、本当に延長だけをしたいという人には、先ほどから説明しましたような低価格の 機材がありますので、目的に合わせてチョイスするというのでいいと思います。性能的には大差はないと思います。このように長いキャノンケーブルが欲しい人、そういう人にはとっても便利なツールですので、ぜひ検討してみてはどうでしょうか。今日は音響の機材のキャノンケーブルとイーサーネットケーブルをつなぐアダプター。 こういうような商品で格安の商品をテストしてみた結果をご報告しました今日も長い時間聞いていただいてありがとうございましたまったねー